チャンネル APK をご覧の皆様、どうもサワディーカップでございます。アッパレ小泉でございます。パム中アッパレ小泉なカップ、サバディマイナカップということで、今日はですね、男のタイ料理第2弾でございますね。第2弾でございましてですね、今回作るのはですね、こちらのカオマンガイではなくですね、まあ、このカオマンガイは僕大好きなタイ料理なんですけど、いつもこのねデリバリーで注文してる店があるんですけど、これも55バーツでね、めちゃくちゃ安くて美味しいんですが、このカオマンガイではなく、今回はカオマンガイについてくるスープ、これを使ってですねチャーハン作ったら、あらこれ美味しいんじゃないみたいなことを思いつきまして、今日はこちらですね、カオマンガイのスープを使ったタイ風チャーハン、まあタイ語でねチャーハンカオパッドっていうんで、これをですねちょっと作ってみたいと思います。初めてですけども。でこのカオマンガイのご飯もねめちゃくちゃ美味しいんですよ。これはあのお米めちゃくちゃ美味しい、カオマンガイの米めちゃくちゃ美味しくて、鶏を炊いたスープでね作ってるんですよ。でこの米がうまいということは、じゃあこのスープを使ったらチャーハンがもっと美味しいんじゃないかなということで、今日はやってみましょう。でこれデリバリーですとこういう風についてきますけど、カオマンガイのお店とかで多分スープをですね、サイトゥンガッパンダイマイカップって聞いていただければですね、多分こういう風に持ち帰らせてくれると思うんで、お店でカオマンガイ食べた時にこれをまあサイトゥンガッパンダイマイカップっていう感じで言っていただければ、ちょっとこのスープ持って帰っていいですかみたいな感じで言えばですね、ダメだバカ野郎とか言われないと思いますんでですね、ぜひちょっと皆さんお家で作れるようにですねスープも入手してみてください。でも、まあ、材料なんですけど、まあこれはね絶対マストのカオマンガイのスープ、そしてねタイ料理といえばこちらのですねコチュジャン、あすいません、コチュジャンじゃなくてですね、ナンプラーです。フィッシュソースですね。こちら日本でも買えます。で今回はですね、市場で仕入れてきましたこちらの白菜ですね。白菜と玉ねぎ、そしてライム、卵、こちらを使ってですね、プラスお肉はですねちょっと今タンパク質をめっちゃ取ってるんでですね、ローストチキン丸ごと買ってきたんですけども、それをですねかけらでございますね、鶏肉です。これを入れた鶏肉はですね、あとエビとか豚肉の方が一般的なんで、皆さん作るときはちょっと豚肉とかエビの方がいいかもしれません。でパクチーも本当は最後に入れるんですが、今回パクチーは使わない方向でいきます。あとこれも用意できたらなんですが、こちらですね、ニンニク醤油ですね。普通にタイで売ってるお醤油でも日本のお醤油でもいいんで、それにニンニクを漬け込んだものですね、こちらを使いたいと思います。それではもう一度、今日使う材料をご覧ください。改めて材料はですねこんな感じですね、まあ、ナンプラーマストですね。そしてですねカオマンガイスープ、これも今回の主役でございます。そして白菜と、鶏肉、玉ねぎ、ライム、卵、ニンニク、醤油となってます。今回はこのシンプルな感じで作ってみたいと思います。まあ、食材切りますけど、男の料理なんでもうがっつりね、普通にそんな綺麗で見栄え良くないかもしれませんけどですね、ちょっとこういう感じで白菜もですね細かく切っていきましょう。まあ、食べやすい感じですね、こちらで切りまして、でそしたら次は最後に絞り用のライムもねもう切っておきましょう。もう3分の1ぐらいでいいと思います。こんなもんですね、3分の1だけですね。このちっちゃい、こっちは使いません、こっちのちっちゃいサイズぐらいで大丈夫です、絞るだけなんで。でこのライムも切りまして、次はですね、で次はこの皮をむいた玉ねぎをですね、みじん切りにしましょう。まあちっちゃい玉ねぎですけど、この半分ぐらいでいいですね。こちらをみじん切りしましょう。あすいません、マジで玉ねぎ名刺みんなマジで嫌なんで、ちょっとサングラスをちょっと失礼させていただきます、すいません。まあ、こんな感じで細かくみじん切りですね。あやっちゃった、
で、みじん切りできた玉ねぎをこの具材入れに入れちゃいましてですね、こちらの方で用意ができたんで、これから、ね、用意ができましたんでですね、次は早速調理してみましょう。ではこちらで調理していきたいと思います。すいません、カメラ位置が悪くてすいません。中華鍋とかフライパンにね、この油を軽く引いて、最初は中火でパチパチいってきたら、こちらですね、さっき切った具材を入れちゃいます。まず野菜からで炒めます。で、野菜がですね、こういう感じで炒まってきたら、お肉を入れましょう。お肉入れて、でこの味の素をですね、ひとつまみぐらいパパッと入れちゃいましょう。で、また炒めます。こちらも炒めてた、さっきのカオマンガイスープを入れちゃいましょう。カオマンガイスープと具をなじませるように炒めちゃいましょう。そしたらこちらご飯を投入します。よいしょ。スープと具材と米がかき混ざるように炒めます。強火で。ここからで、ある程度水気が飛んだら、そこにですね、ナンプラーですね、ナンプラーとナンプラーを入れて、ニンニク醤油を、でニンニク醤油ですね、ちょっと入れます。でこの味をよく混ぜませて、かき混ぜます。今目分量ですけどね、ちょっと少しずつ食べながら味を覚えてください。で、ある程度水気が飛んだらですね、最後にこちら卵ですね、卵を溶いてですね、こちら入れちゃいましょう。こちらに卵を入れて、さらに強火で、強火で混ぜます。で、卵は、いい感じになったら完成でございますね。この時にですね、ボイルしたエビを最後に入れたり、パクチーを乗せてもいいです。とりあえずこれで完成でございます。お皿に盛りましょう。さあ、というわけで、完成しました。カオマンガイのスープを使った台風チャーハンですね。急にキュウリが出てきましたけどね、気にしないでください。あと皿が欠けてるのもですね、ちょっと気にしないでください。ただこちらですね、果たしてどんな味がするのか、早速食べてみたいと思います。さあ、というわけでこちらね、完成しましたんで、早速いただいてみたいと思います。ちょっとね、こちらの備え付きのライムをちょっとおしゃれにかけましてですね、食べてみましょう。どうでしょう。いただきます。アロすぎる。うまい。美味しいですよ、これ。ちょっと水気多かったですけど、もう少し水気飛ばしたら完璧ですわ、これ。何これ。美味しい。マジで。大成功しちゃった。あ、うめえぞ、これ。いや、そんなうまくなかった、みたいなオチにしようと思ったんですけど、すいません。美味しいです、これ。やっぱりこれカオマンガイのスープ自体がうまいから美味しいわ。炊き込みご飯みたいになってる。今の発言でよく考えたら、これカオマンガイのスープとご飯を最初炊き込んで作ってもよかったかもしれないですね。もしかしたらチャーハンじゃなくても、いや、チャーハンでもうまいぞ、これ。マジで。さっき適当に分量を入れたはずなんですけど、それでも美味しいです。作るときにちょっと自分で分量をちょっと味見しながら作った方がいいかもしれません。あ、これ美味しい。普通に鶏ガラのスープね、カオマンガイの鶏の味がしっかり染み込んだエキスがですね、このチャーハンの米と相乗効果を起こしまして、めちゃくちゃ
味わい深いチャーハンになってます。でこれあの具がチキンだけっていうシンプルなのもねちょっと良かったかもしれないです。あと玉ねぎもシャキシャキ感残るようにですねちょっと炒めたんですけど、それも正解ですね。歯ごたえも楽しいし味も美味しい。いやうめえこれ美味しいですよこれマジで。いやこれは下手したら店で出せるレベルかもしれないです、マジで。本当にこれ多分40バーツとか資産120円ぐらいで出しても多分文句言われないんじゃないかなって感じですね。でライムもやっぱあった方がいいですし、これねあの皆さんあのスープ残しちゃう人とかいるかもしれないですけど、もったいないんでこれぜひ作ってみてください。ちょっと僕の動画の撮り方とかがあんまり編集がまだうまくないんでちょっと分かりづらいかもしれませんけど、味はマジで美味しいです。大成功でございました。いやというわけで今回のカオマンガイのスープを使った台風チャーハン、まさかのね大成功でした。下手したら失敗するんじゃねえかなとは思ったんですけど、いやあの大成功でございました。これ騙されたと思って皆さんですね、まあ、ちょっとあの入手が日本では難しいですが、普通のブイヨンスープとかをですね使うよりめちゃくちゃ美味しいですし、タイ在住の方はぜひですねこちらのカオマンガイのスープを使った台風チャーハンぜひ試してみてください。本当に予想以上に、いや予想を覆して美味しかったです。なんでまたですねあの簡単な男のタイ料理、またですねなんかレシピを思いついたら、作ってみたいと思います。ということでご視聴ありがとうございました。次回も一生懸命頑張ります。それではまた次回まで、さようなら。サワディカップ、ありがとうございました。いやマジでうまいっす。